ポルトガル共和国、通称ポルトガルは、南ヨーロッパのイベリア半島に位置する共和制国家。ユーラシア大陸最西端の国である。北と東にスペインと国境を接し、国境線の総延長は 1214km に及ぶ。西と南は大西洋に面している。ヨーロッパ大陸部以外にも大西洋上にアソーレス諸島とマデーラ諸島を領有している。首都はリスボン。ヨーロッパの中でもいち早く海外に進出し、最初に中国や日本などの東アジアと接触した国でもある。正式名称はポルトガル語で、リピュブリカ・ポルトゲーザ、プベータ、リック・パートゥ・イージー。通称、ポルトガル、パートゥ・アル。日本語の表記は、ポルトガル共和国。通称ポルトガル。漢字表記は、ブドウ牙で、ホと略される。これは、広東語の発音による漢字表記に由来し、19世紀の中国南部で生まれ、日本を含む周辺国に伝わった表記である。それまでは、波鹿、森川原寺、保留止が流、カバノレーとか等の多くの表記もあったが、幕末期より、日本でも、ブドウ牙の漢字表記が優勢となっている。英語表記はポルトガル、国民、形容詞はポーチュギーズ。国名の由来は、ポルトのラテン語名である。ポーチュスケールが添加したものとされている。現在から3万5千年前には、クロマニョン人がピレネー山脈を越えてイベリア半島に進出し始め、ポルトガルにもコア川沿いに動物壁画が残されている。紀元前3000年頃に新石器時代に突入すると、この地でも農業が始まった。紀元前1000年頃にイベリア半島に到達したフェニキア人によって青銅器文明がもたらされ、ギリシャ人もこの地を訪れた。当時この地にはイベリア人が定住していたが、紀元前900年頃から断続的にケルト人が侵入を続けた。紀元前201年に第二次ポエニ戦争に勝利したローマ共和国は、それまでイベリア半島に進出していたカルタゴに代わって、半島への進出を始めた。先住民のルシタニア人は、ビリアトゥスの指導の下で、ローマ人に抵抗したが、紀元前133年にはほぼローマによる、イベリア半島の平定が完了し、現在のポルトガルに相当する地域は、属州ルシタニアとガラエキアに再編された。これ以降、ローマの平和の下で、イベリア半島のラテン化が進んだ。紀元560年のイベリア半島の勢力図。スエビ王国と西ゴート王国が並立している。ピンクはローマ領ヒスパニア属州ローマ帝国が衰退すると、イベリア半島にもゲルマン人が侵入を始めた。411年にガラエキアに侵入したスエビ人はスエビ王国を建国し、西ゴート人の西ゴート王国がこれに続いた。西ゴート王国は585年にスエビ王国を滅ぼし、624年に東ローマ領を占領、キリスト教の下でイベリア半島を統一したが、内紛の末に711年にウマイヤ朝のイスラーム遠征軍によって国王ロデリックが戦死し、西ゴート王国は滅亡して、イベリア半島はイスラーム支配下のアルアンダルスに再編された。アンダルスには後ウマイヤ朝が建国され、西方イスラーム文化の中心として栄えた。キリスト教勢力のペラーヨがアストゥリアス王国を建国し、722年のコバドンガの戦いの勝利によって、イベリア半島でレコンキスタが始まった後、868年にアストゥリアス王国のアルフォンソ3世はガリシア方面からポルトカーレを解放し、ビマラペレスを最初の伯爵とした。ポルトカーレ伯領が編成された。1096年にこのポルトカーレ伯領とコインブラ伯領がアルフォンソ6世からポルトカーレ伯領を受領したブルゴーニュ出身の騎士エンリケ・デ・ボルゴーニャの下で統合したことにより、現在のポルトガルに連続する国家の原型が生まれた。ポルトカーレ伯のアフォンソ・エンリケスは1139年にオーリッケの戦いで村人町を破ったことをきっかけに自ら、ポルトガル王アフォンソ一世を名乗り、カスティーリャ王国との戦いの後、ローマ教皇の裁定によって、サモラ条約が結ばれ、1143年に、カスティーリャ王国の宗主下で、ポルトガル王国が成立した。ポルトガルにおけるレコンキスタはスペインよりも早期に完了した。1149年には十字軍の助けを得て、リスボンを解放し、1249年には、最後のムスリム拠点となっていたシルベスト・ファロが解放された。レコンキスタの完了後、首都が1255年にコインブラからリスボンに遷都された。1290年には、ポルトガル最古の大学であるコインブラ大学が設立された。また、1297年には、カスティーリャ王国との国境を定めるために、アルカニーゼス条約が結ばれ、この時に定められた両国の境界線は現在までヨーロッパ最古の国境線となっている。また、この時期にポルトガル語が文章語となった。ディニス一世の下で最盛期を迎えたボルゴーニャ朝は14世紀半ばから黒死病の影響もあって衰退し、百年戦争と連動したカスティーリャとの戦争が続く中、1383年に発生した民衆蜂起をきっかけに、親カスティーリャ派と反カスティーリャ派の対立が激化した。最終的に、イングランドと結んだ反カスティーリャ派の勝利によって、コルテスの承認の下で1385年に、アビス朝が成立し、ポルトガルはカスティーリャから独立した。エンリケ航海王子、バスコダガマ16世紀ポルトガルの領土拡張をヨーロッパで最も早くに絶対主義を確立したアビス朝は海外進出を積極的に進め、1415年にポルトガルはモロッコ北端の要衝セウタを攻略した。この事件は大航海時代の始まりのきっかけとなり、以後、エンリケ航海王子を中心として海外進出が本格化した。ポルトガルの探検家は、モロッコや西アフリカの沿岸部を攻略しながら、アフリカ大陸を西回りに南下し、1482年には、コンゴ王国に到達、1488年には、バルトロメウ・ディアスが、アフリカ大陸南端の希望峰を回り込んだ。1492年に、グラナダ戦争に勝利して、レコンキスタが終結したスペインが、1494年に、ポルトガルとトルデシリャス条約を結び、ヨーロッパ以外の世界の分割を協定した。条約に基づいて、ポルトガルの探検家の東進はさらに進み、1498年に、バスコダガマがインドに到達した。また、1500年に、インドを目指したペドロ・アルバレス・カブラルがブラジルを発見し、ポルトガルによるアメリカ大陸の植民地化が進んだ。以後、ブラジルは1516年にマデーラ諸島からサトウキビが持ち込まれたこともあり、黒人奴隷貿易によってアフリカから多くの人々がブラジルに連行され、奴隷制サトウプランテーション農業を主産業とする植民地となった。ブラジルはポルトガルに富をもたらすと同時にブラジル、そのものの従属と低開発が決定づけられ、ポルトガルにもたらされた富は、イギリスやオランダなどヨーロッパの先進国に流出し、イスパノアメリカの金銀とともに、資本の本源的蓄積過程の現象になった。一方、1509年のディーウ沖の海戦で勝利し、インド洋の制海権を確保して、マラッカ、ホルムズと、さらに東進した、ポルトガル人は、1541年から1543年には日本へもやってきた。ポルトガル人の到達をきっかけに日本では南蛮貿易が始まり、織田信長などの有力大名の保護もあって南蛮文化が栄えた。さらに1557年には明からマカオの居留権を得た。この時にポルトガル商人は日本人や中国人らを奴隷として買い付け、奴隷貿易を行い、16から17世紀にかけて続いた。ジョアン4世の即位こうしてポルトガルは全世界に広大な植民地を獲得したが、国力の限界を超えた拡張とインド洋の公領貿易の衰退によって16世紀後半から徐々に衰退を始め、さらにモロッコの内紛に乗じて統治の征服を目指したセバスティアン一世が1578年にアルカセル・キビールの戦いで戦死したことにより決定的な危機を迎えた。アルカセル・キビールの戦いの余波は、最終的に1580年のアビス朝断絶による、ポルトガルのスペインハプスブルク朝併合に帰結した。スペイン併合後のポルトガルは、形式上同訓連合として、それまでの王国機構が存置されたため当初は、不満も少なかったが、次第に抑圧に転じたスペインへの反感が強まり、1640年の、カタルーニャの反乱をきっかけとしたポルトガル王政、復古戦争により、スペインから独立し、ブラガンサ朝が成立した。一方、この時期に植民地では、スペイン併合中の1624年に、ネーデルラント連邦共和国のオランダ西インド会社が、ブラジルに侵入し、サルバドール・ダ・バイアを占領した。ブラジル北東部に、オランダ領ブラジルを成立させたことにより、ブラガンサ朝の独立後の1646年に、これを危機と感じた王家の計らいによって、ブラジルが公国に昇格し、以降ポルトガル王太子は、ブラジル公を名乗るようになった。1654年に、オランダ人はブラジルから撤退し、1661年のハーグ講和条約で、賠償金と引き換えにブラジルとポルトガル領アンゴラの領有権を認められた。アフリカではアンゴラの支配を強化したポルトガルは1665年にコンゴ王国を事実上滅ぼした。また、この時期にモザンビークの支配も強化されたが、18世紀までにそれ以外の東アフリカ地域からはオマーン・ザンジバルによって駆逐された。南アメリカでは、トルデシリアス条約で定められた範囲を超えて、バンダオリエンタルにコロニアド・サクラメントを建設し、以降南アメリカでスペインとの戦争が続いた。1696年にはブラジルでパルマールスのズンビを破り、ブラジル最大の東暴奴隷国家キロンボ、ドス・パルマーレスを滅ぼしたことにより支配を安定させ、1750年には、スペイン帝国とマドリード条約を結び、バンダオリエンタルと引き換えに、アマゾン川流域の広大な領有権を認められ、現在のブラジルにつながる国境線の前進を果たした。広大な植民地を獲得したブラガンサ朝は、17世紀から18世紀にかけて、植民地、特にブラジル経営を進めることによって、繁栄を保とうとし、ヨーロッパの戦乱には中立を保ったが、産業基盤が脆弱だったポルトガルは1703年にイギリスと締結したメシュウェン条約によって同国との間に経済的な従属関係が成立した。1696年にブラジル南東部のミナスで金が発見されゴールドラッシュが発生したためポルトガルには多量の金が流入したがそうして流入した金の多くはイギリスに流出し国内では奢侈や建築に使用され、産業を生み出さないまま貴族と聖職者が権勢を振るう絶対主義が続き、ピレネー山脈の北部との社会、経済的な隔絶は大きなものとなった。1755年のリスボン王地震の後、ジョゼ一世の下で権力を握った、セバスティアン・デ・カルバーリョはポルトガルにおける、啓蒙先制君主の役割を果たし、工業化や王権の拡大、植民地経営の徹底、イエズス会の追放などを行ったが、ジョゼ一世の死後には権力を失った。1777年に即位したマリア一世の時代にもポンバル公が進めた政策は続いたものの、1789年のフランス革命によって、フランス革命戦争、ナポレオン戦争が勃発すると、国内が新英派と新仏派の対立で揺れる中で、1807年11月に、ジュノー将軍がリスボンに侵攻し、王室はブラジルに逃れた。ポルトガル本国は、半島戦争に突入し、介入したイギリス軍の占領を被る一方で、以後1808年から1821年まで南米のリオデジャネイロがポルトガルの正式な首都となり、1815年にはブラジルが王国に昇格し、ポルトガル・ブラジル及びアルガルベ連合王国が成立した。フランスは1811年にポルトガルから撤退したが、王室はブラジルから帰還する気配を見せなかった。19世紀末までにポルトガル帝国が領有した経験を持つ領域、ナポレオン戦争終結後も王室は遷都先のブラジルに泊まり続け、ポルトガル本土ではイギリス軍による軍政が続いたが、イギリス軍への不満を背景にした民衆蜂起により1820年にポルトで自由主義革命が勃発し、10月にイギリス軍は放逐された。翌1821年に召集されたコルテスでは憲法が制定され、ジョアン6世がポルトガルに復帰し、立憲君主制に移行した。ブラジルでも革命を受けてジョアン6世が帰国すると、ブラジル人の国民主義者たちによる独立運動が盛んとなり、ブラジル独立戦争の末に1822年にジョゼ・ボニファシオらを中心とするブラジル人ブルジョワジーたちがポルトガル王太子ドン・ペドロを皇帝ペドロ1世に擁立し、ブラジル帝国が独立した。ブラジルの独立によってポルトガルは最大の植民地を喪失した。戦乱でそれまでの産業基盤が崩壊していたポルトガルにとって、それまで多大な富をもたらしていたブラジル喪失の影響は非常に大きなものとなった。ブラジルの独立後、国内の自由主義者と保守主義者の対立を背景に、ブラガンサ王家の王位継承問題が、きっかけとなって1832年から1834年まで、ポルトガル内戦が続いた。内戦は自由主義者の勝利に終わり、自由主義側の代表となった、元ブラジル皇帝ペドロ1世が、ポルトガル王ペドロ4世に即位することで幕を閉じた。その後、自由主義者と保守主義者の主導権争いが続き、1842年に、ブラジル帝国憲法をモデルにした、君主権限の強い憲章体制が確立され、農村における、大土地所有制と零細農民の併存という、土地所有制度が維持された。憲章体制の下で、ロタティビズモと呼ばれる二大政党制が確立され、鉄道の普及が進んだことによる、国内市場の統一も進んだが、ポルトガルにおける、議会制民主主義は、カシキズモと呼ばれる農村部のボス支配がその実態であり、権力を握ったブルジョワジー主導の大土地所有制度の拡大が進んだ。さらに、大土地所有制の強化による余剰労働力の受け皿となるべき工業化が進まなかったこともあって、19世紀後半から20世紀後半まで多くのポルトガル人が、ブラジルやポルトガル領アフリカ、西ヨーロッパ先進国に移住することとなった。また、19世紀になっても工業化が進まず、農業においても徐々に国内市場が外国の農産物に席巻されるようになったため、ポルトガルのブルジョワジーは新たな市場を求めてアフリカに目を向けた。それまでにもブラジル喪失の直後からアフリカへの進出は進められていたが、19世紀末のアフリカ分割の文脈の中で、ポルトガルのアフリカ政策も活発化した。列強によるアフリカ分割が協議されたベルリン会議後の1886年には、大西洋のポルトガル領アンゴラとインド洋のポルトガル領モザンビークを結ぶバライロ地図構想が打ち出されたが、1890年にアフリカ縦断政策を掲げていたイギリスと、アンゴラ・モザンビーク間に存在した、現在のザンビア、マラウイ、ジンバブエに相当する地域をめぐって対立した、ポルトガル政府が、イギリスの圧力に屈する形でこれらの地域を失うと、アフリカにおける、ポルトガル領の拡張は頓挫した。この事件が、きっかけとなって、共和主義者による王政への批判が進み、王党派は、共和主義者による攻撃を受けることになった。その他にも1887年にマカオの統治権を清より獲得している。共和制革命の寓意が1910年10月3日に共和主義者が反乱を起こすと、反乱は共和主義に共鳴する民衆蜂起となり、国王マヌエル2世が早期に亡命したこともあって、1910年10月5日、革命が成功し、ブラガンサーサは倒れ、ポルトガルは共和制に移行した。翌1911年には、急進的な1911年憲法が制定され、反乱を扇動した王党派を排除して、共和国政府は支持基盤を固めた。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、アフリカのドイツ植民地と国際社会の共和制への支持を求めた政府は1916年にドイツ帝国に宣戦布告した。しかし、参戦が食糧危機などの社会不安をもたらすと、戦時中の1917年にシドニオ・パイスがクーデターで政権を獲得するなど、政治不安が顕在化し、現状の植民地保持が認められた以外に、ポルトガルにとって利益なく、第一次世界大戦が終結した後も、政治不安は続いた。幾度かのクーデターと内閣崩壊を繰り返した後、1926年5月28日クーデターにより、マヌエル・ゴメス・ダ・コスタ将軍、ジョゼ・メンデス・カベサダス将軍を主犯とする軍事政権が成立し、第一共和制の崩壊とともに、革命以来の政治不安には終止符が打たれた。軍事政権のオスカル・カルモナ大統領の下で、財務省、アントニオ・サラザールが混乱していたポルトガル経済の再建に成功し、世界恐慌も乗り切ると、サラザールは徐々に支持基盤を広げ、1932年には首相に就任した。翌1933年にサラザールは新憲法を制定し、独裁を開始。エスタドノボ体制が確立された。対外的には、ナチス党政権下のドイツやファシスト党政権下のイタリアに近づき、スペイン内戦では、フランシスコ・フランコを支持したサラザールだったが、対内的にはファシズムよりもコーポラティズムを重視し、第二次世界大戦も親連合国的な中立政策で乗り切ったため、戦後もエスタドノボ体制は維持されることになった。第二次世界大戦後、反共政策を維持したサラザールは、ポルトガルの北大西洋条約機構や国際連合への加盟に成功し、こうした西側諸国との友好政策もあって1950年代は経済が安定する。一方、サラザールの独裁体制に対する野党勢力の反対は1958年の大統領選挙に立候補した反サラザール派のウンベルト・デルガード将軍が敗れたことが合法的なものとしては最後となり、1961年のエンリケ・ガルバン隊液体位が指導するイベリア解放革命運動によるサンタマリア号乗っ取り事件が失敗したことにより非合法な闘争も失敗に終わった。国内では学生や労働者による反サラザール運動が激化したが、サラザールはこれらの運動を徹底的に弾圧した。アンゴラに展開するポルトガル軍。脱植民地化時代にもポルトガルはアフリカの植民地維持のために戦争を続け、植民地とポルトガル双方に大きな傷跡を残す激しいゲリラ戦争が繰り広げられた一方、植民地政策では第二次世界大戦後に世界が脱植民地化時代に突入していたこともあり、1951年にサラザールはポルトガルの植民地を海外州と呼び換え、ポルトガルに植民地が存在しないことを理由に、形式的な同化主義に基づく実質的な植民地政策を続けたが、占領されていた人々に芽生えたナショナリズムはもはや実質を伴わない同化政策で埋められるものではなかった。1961年2月4日に国際共産主義運動系列のアンゴラ解放人民運動がルワンダで刑務所を襲撃したことにより、アンゴラ独立戦争が始まり、同年12月には、インド軍が返還を要求していたゴア、リュ、ダマンのポルトガル植民地に侵攻し、同植民地を創出した。ギニアビサウでも1963年には、ギニアカーボベルデ独立アフリカ党によってギニアビサウ独立戦争が始まり、モザンビークも1964年にはモザンビーク解放戦線によってモザンビーク独立戦争が始まった。サラザールは国内の反体制派を弾圧しながら植民地戦争の継続を進め、経済的には国内の大資本優遇と外資導入による重工業化を推進して、経済的基盤の拡充を図ったが、大土地所有制度が改革されずに農業が停滞を続けたため、戦争による国民生活の負担と相まって1960年代には多くのポルトガル人がアンゴラを中心とする植民地やフランス、ルクセンブルクなどの西ヨーロッパ先進国に移住した。1968年にサラザールが不慮の事故で昏睡状態に陥り、後を継いだマルセロ・カエターノ首相も戦争継続とエスタドノボ体制の維持においては、サラザールと変わることはなく、国内では学生運動が激化し、さらに戦時体制を支えてきた財界の一部も、離反の動きを見せた。軍内でも、植民地戦争が泥沼化する中で、社会主義を掲げるアフリカの解放勢力が、解放区での民政の向上を実現していることを目撃した実戦部隊の中堅将校の間に戦争への懐疑が芽生えつつあり、1973年9月にはポルトガル領ギニアで勤務した中堅将校を中心に対運動が結成された。翌1974年3月、対運動は全軍を包括する国軍運動に再編された。自由の日、4月25日万歳、カーネーション革命を記念する壁画1974年4月25日未明、国軍運動の実践部隊が突如反旗を翻した。反乱軍に加わった民衆は、ヨーロッパ史上最長の独裁体制となっていた、エスタドノボ体制を打倒し、無血のうちに、カーネーション革命が達成された。革命後、共産党と社会党をはじめとするすべての政党が合法化され、秘密警察ピデが廃止されるなど民主化が進んだが、新たに大統領となった MFA のアントニオ・デ・スピノラ将軍は革命を抑制する方針を取ったために、MFA と各政党の反対にあって9月30日に辞任し、首相のバスコ・ゴンサンベス、共産党書記長のアルバロークにある、MFA 最左派のオテロデカルバーリョと結んだコスタゴメス将軍が大統領に就任し、革命評議会体制が確立された。革命評議会体制の下で、急進的な農地改革や大企業の国有化が実現されたが、1975年の議会選挙で社会党が第一党になったことを契機に、社会党と共産党の対立が深まり、1975年11月までに共産党系の軍人が失脚したことをもって革命は穏健路線に向かった。この間、海外植民地ではすでに1973年に独立を宣言していたギネービサウをはじめ、アフリカ大陸南部の二大植民地アンゴラとモザンビーク、大西洋上のカーボベルデとサントメプリンシペなど5カ国の独立を承認した。一方、ポルトガル領ティモールでは、ティモールの主権をめぐって、独立勢力間の内戦が勃発し、内戦の末に、東ティモール独立革命戦線が全土を掌握したが、12月に、インドネシアが東ティモールに侵攻し、同地を実質的に併合した。こうしてポルトガルは1975年中に、マカオ以外の植民地を全面的に喪失し、レトルナードスと呼ばれたアフリカへの入植者が本国に帰還した。1976年4月には階級なき社会への移行と社会主義の建設を標榜した急進的なポルトガル1976年憲法が制定されたが、同年の議会選挙では左翼の共産党を制した中道左派の社会党が勝利し、マリオ・ソアレスが首相に就任した。ソアレスの後にダコスタ、モタピント、ピンタシルゴと3つの内閣が成立したが、いずれも短命に終わった。1979年の議会選挙では民主同盟が勝利し、サーカルネーロが首相に就任した。しかし、民主同盟はサーカルネーロが事故死したことによって崩壊し、以降のポルトガルの政局は、左派の社会党と右派の社会民主党を中心とした2大政党制を軸に動くこととなった。1985年の議会選挙では、社会民主党が第一党となり、アニーバル・カバコシルバが首相に就任し、翌年1986年1月1日に、ポルトガルのヨーロッパ共同体加盟を実現したが、同月の大統領選挙では、社会党のソアレスが勝利し、左派の大統領と右派の首相が並存する、コアビタシオン体制が成立した。その後もコアビタシオンが続く中、カバコシルバの下で1987年には、急進的な憲法が改正され、EC 加盟が追い風となって1980年代後半は、高い経済成長が実現され、さらに国営企業の民営化も進んだ。1990年代に入り経済が失速したことを受けて、1995年の議会選挙では、社会党が第一党となり、アントニオ・グテーレスが首相に就任した。さらに、翌1996年の大統領選挙でも、社会党のジョルジェ・サンパイオが勝利し、80年代から続いたコアビタシオンは崩壊した。社会党政権の下では1998年のリスボン万国博覧会に伴う経済ブームや民営化政策の進展により、1995年から2000年までに年平均 3.5% と高度な経済成長を達成し、同時に社会民主党政権が放置していた貧困問題にも一定の対策が立てられ、ヨーロッパ連合の指導に伴って1999年に欧州統一通貨ユーロが導入された。しかし、2000年代に入って経済が停滞すると、2002年の議会選挙では、右派の社会民主党が第一党となり、ドゥラン・バローゾが首相に就任した。この時期の旧植民地との関係では1996年に、ポルトガル5諸国共同体が設立され、革命以来冷却化していた旧植民地とポルトガルの関係が発展的な形で再び拡大した。1999年にはマカオが形式的にも中華人民共和国に返還され、実質上植民地をすべて手放した。2002年、名目上ポルトガルの植民地だった東ティモールがインドネシアの占領。実効支配から独立を果たした。こうして1415年の大航海時代の始まりとともに生まれたポルトガル帝国は21世紀の幕開けと同時にその歴史を終えて消滅した。共和国議会が置かれているサンベント宮殿大統領府、ベレン宮殿総座大統領、コスタ首相大統領を元首とする立憲共和制国家であり、20世紀においては、第二次世界大戦前からの独裁制が長く続いたが、1974年4月25日のカーネーション革命により、48年間の独裁体制が崩壊した。一時は主要産業の国有化など左傾化したものの、1976年4月2日に新憲法が発布された。同年4月25日に自由な選挙が行われた。社会党、人民民主党、民主社会中央党が躍進した。1976年のマリオ・ソアレス政権、成立から1986年の EC 加盟までの10年間は、急進路線による経済の歪みを是正するための期間であった。憲法の制定により、民主主義が定着し、さらに1979年の保守中道政権樹立以降、行き過ぎた社会主義を修正している。さらに、1983年に、社会党、社会民主党の連立政権樹立以降、両党を中心とする二大政党制となっている。社会党のソアレスは、1986年2月の大統領選挙で辛くも勝利し、1991年1月に大差で再選された。他方、1987年と1991年10月の総選挙では、アニーバル・カバコ・シルバ率いる社会民主党が過半数を制して圧勝し、共に中道ながら左派の大統領と右派の首相が並び立つことになった。1989年6月には、憲法が全面的に改正され、社会主義の理念の条項の多くが削除された。1995年10月、10年ぶりに社会党が第一党に返り咲き、翌1996年1月、社会党のジョルジェ・サンパイオが大統領に選出された。政府は直接普通選挙で選出される任期5年の大統領、議会の勢力状況を考慮して大統領が任命する首相が率いる行政府、任期4年の230人の議員で構成された一院制の共和国議会からなる立法府及び国家最高裁判所を頂点とする司法府により構成されている。大統領は首相の任命、解任、法律、条約への署名、拒否、議会の解散、総選挙の決定、軍最高司令官、非常事態宣言の発出などの権限を有するが、多分に名誉職的な性格が強く、ほとんどの行政権限は、議会で多数得た政党から選ばれる首相が、掌握している。ポルトガルが、外交施設を派遣している諸国の一覧図、NATO、OECD、EFTAの原加盟国であり、独裁政権崩壊後の1986年には EC に加盟した。現在は EU 加盟国であり、EU は現在のポルトガルにとって最も重要な政治的交渉主体である。ヨーロッパとの関係では、伝統的にイギリスとの関係が深く、現在も1373年に締結された英保永久同盟条約が効力を保っている。旧植民地のブラジルとは特に関係が深く、ブラジルとは文化的、経済的、政治的な関係を強く保っている。EU とブラジル以外ではアンゴラやモザンビークなどの旧植民地諸国と関係が深く、1996年にはポルトガル語諸国、共同体を加盟国と共同で設立した。ポルトガルは1990年代から CPLP 加盟国のアンゴラやモザンビークなどのルゾフォニア諸国にポルトガル語教師の派遣を行っており、東ティモールの独立後にも同国に様々な援助を行っている。2004年時点でポルトガルは国内外で国際武力紛争を抱えていないが、1801年以来隣国であるスペインが、実効支配しているオリベンサの領有権を主張しているため、同国と対立している。しかし、一般的には EU 加盟後の国境開放もあって、隣国であり、文化、価値観、言語の類似性を共有するスペインとの関係は、おおむね良好である。同時にスペインとの間には両国を統一すべきで、あるとのイベリズム思想も存在する。ポルトガルの日本人奴隷貿易ポルトガル人が日本に来て以降、16から17世紀にかけて日本人を奴隷として買い付け、ポルトガル本国を含む海外の様々な場所で売りつけ、大規模な奴隷交易へと発展した。天正10年、ローマに派遣された天正遣欧少年使節団は、アフリカのモザンビークや欧州など世界各地で多数の日本人が奴隷の境遇に置かれている事実を目撃し、衝撃を受けている。豊臣秀吉のことを伝える、九州五道崎には、バテレンどもは、諸州を自分たちのキリスト教に引き入れ、それのみならず、男女数百の日本人を黒船へ買い取り、手足に鉄の鎖をつけて船底へ追い入れ、地獄の苦しみ以上に、生きながらに皮を剥ぎ、あたかも畜生道のありさまであるとの記述がある。道崎には、当時の日本人奴隷の境遇が記録されているが、黒人奴隷と同等の過酷なものであった。21世紀に入っても、ポルトガル人の約 31% が、子供がアジア人を愛するようになると不快に感じると、報告している。ポルトガルの軍隊は、正式には、ポルトガル国軍と呼ばれる。2005年時点で、陸軍 22,400 人、海軍 14,104 人、空軍 8,900 人。他に、国家憲兵として、ポルトガル共和国国家警備隊6個旅団を擁している。2004年11月に徴兵制が廃止され、志願兵制度が導入された。地形図アルガルベの海岸やソーレス諸島のピコ島、アイスランドに次いで、ヨーロッパ諸国の中で最も西に位置する。イベリア半島西端に位置し、国土は南北に長い長方形をしている。本土以外に、大西洋上のアソーレス諸島、マデーラ諸島も領土に含まれる。いずれも火山島である。アソーレス諸島は7つの主要な島からなり、首都リスボンからほぼ真西に1500キロ離れている。マデーラ諸島は4つの主要な島からなり、南西に900キロ離れている。ポルトガルの最高峰は、アソーレス諸島のピコ島にそびえるピコ山。標高は2351メートル。富士山などと同じ成層火山である。本土の最高地点は北部に位置するエストレーラ山脈脈中のトーレの標高1991メートル。エストレーラとは星を意味する。東部は山岳であり、西部に海岸平野が広がっている。ほとんどの山脈が北東から南西に向かって走っており、北部ほど海岸平野が少ない。主要河川であるテージョ川が国のほぼ中央部を東西に流れており、テージョ川を境として南北に山脈の景観が変わる。首都リスボンはテージョ川に川口部分で面し、最大の海岸平野の端に位置している。南部に向かうにつれて山脈はなだらかになり、丘陵と見分けがつかなくなっていく。ポルトには同国第2の河川であるドーロ川が流れている。このような地形であるため、規模の大きな湖沼は存在しない。全水面積を合計しても440平方キロメートルにとどまる。また、沿岸部にはポルトガル海流が南西に流れている。本土は北、大西洋に面しているものの、ケッペンの気候区分では地中海性気候に属する。地域差は大きく、季節の変化も著しい。大西洋岸には寒流のカナリア海流が北から南に流れており、緯度の割に気温は低く寒暖の差が小さい。夏は涼しく、冬は降雪を含み、雨が多い。年間降水量は1200から1500ミリである。中部の冬季は北部と似ているが、夏季の気温が上がる。年間降水量は500から700ミリである。南部は典型的な地中海性気候で、夏季の雨量が少なく年間降水量は500ミリを下回る。ほとんどの地域で夏季の気温は20度を超え、冬季は10度まで下がる。首都リスボンの気候は年平均気温が摂氏21度、1月の平均気温が摂氏 11.2 度、7月は摂氏 22.8 度。年降水量は706ミリである。冬季の雨量は100ミリ程度だが、夏季は数ミリにとどまる。ポルトガルには、現在308都市4261地区が存在する。その地域区分は、共和国憲法で定められているものと、欧州連合によるものが採用されている。2000年時点の都市人口率は 53% と、ヨーロッパ諸国としては、例外的に低いため、大都市が少ない。多くのヨーロッパ諸国の都市人口率は 70% から 90% である。ヨーロッパにおいて、ポルトガル以外に都市人口率が低いのは、アルバニアやセルビア、スロベニアなどのバルカン諸国である。リスボン中心街ポルトガルのコルク2020年には、購買力平価に基づくポルトガルの一人当たりの実質 GNI は 33,980 ドルになる。言い換えれば、ポルトガルの非常に低い物価を考慮しても、ポルトガルの一人当たりの収入は日本よりも、はるかに低いである。2013年のポルトガルの GDP は、約2199億ドルであり、日本の埼玉県よりやや大きい経済規模である。同年の一人当たりの名目 GDP は 27,27 ドルで、世界平均の約2倍だが、EU 加盟国の中では平均を下回る。1975年に植民地を一度に失ったため、石油を中心とする原料の安価な調達ができなくなり、アンゴラやモザンビークから大量の入植者が本国に引き上げたことも重なって、経済は大混乱に陥った。1986年のヨーロッパ共同体加盟以来、ポルトガル政府は金融、情報通信の分野を中心に国営企業の民営化を進め、経済構造はサービス産業型に転換しつつある。1999年1月にユーロ導入。2002年1月1日から EU 共通通貨ユーロが流通している。2000年以降、GDP 成長率が 1% を割り始めた。一人当たり国民所得は加盟国平均の 70% 程度に止まる。主要産業は農業、水産業、食品、繊維工業、観光。地中海性気候を生かし、オリーブ、小麦、ワイン、コルクの生産が盛んである。オリーブ油の生産港は世界7位で、ワインの生産は第10位。第一次産業人口比率は 12.6%。土地利用率は農地と牧場で森林も多い。また、エネルギー分野では代替エネルギーに力を入れている。電力消費の約 40% は代替エネルギーで賄われており、政府は2010年までに代替エネルギー比率を 45% にする目標を掲げている。また、波力発電のトップランナーを目指し研究を重ねている。工業資源には恵まれていないが、鉄、銅、錫、銀などを産する。特筆すべきは、世界第5位のタングステン荒金であり、2002年時点で700トンを産出した。主な鉱山は、パナスケーラ鉱山、食品工業、繊維工業などが盛んである。2002年時点では、輸出255億ドルに対し、輸入は383億ドルと貿易赤字が続いており、出稼ぎによる外貨獲得に頼っている。貿易形態は自動車、機械などの加工貿易である。主な輸出品目は自動車、電気機械、衣類で、主な相手国はスペイン、ドイツ、フランス。主な輸入品目は自動車、機械、原油で、主な相手国は、スペイン、ドイツ、フランス。2002年時点では、日本への輸出が 1.7 億ドル。主な品目は、衣類、コンピュータ部品、コルク。日本が輸入するコルクの3分の2は、ポルトガル産である。タングステンの輸入元としてはロシアに次いで2位で、輸入が 6.5 億ドル。主な品目は、乗用車、トラック、自動車部品である。2012年になっても経済は復興せず、ポルトガル人の中には、母国の経済的苦境から逃れるためにモザンビークなど、旧植民地に移民する動きがある。国内交通の中心は道路であり、リスボンとポルトを中心とした高速道路網が整備されている。原則として有料である。主な高速道路は、以下の通り、リスボン、ポルト、ファロが、主な国際空港。またこれらの空港から、マデーラ諸島やアソーレス諸島などの離島への路線も出ている。ポルトガル語圏諸国を表す地図ジェロニモス、修道院コインブラ大学ポルトガルの国民の大部分はポルトガル人である。ポルトガル人は先住民であったイベリア人にケルト人、ラテン人、ゲルマン人、ユダヤ人、ムア人が混血した民族である。かつてポルトガルは移民創出国であり、特にサンパウロ州でのコーヒー栽培のために奴隷に代わる労働力を欲していたブラジルには19世紀後半から20世紀初めまでの期間にかけて多くのポルトガル人が移住した。しかし、ブラジルの生活環境や労働環境に耐えられず帰国する者が多かった。ブラジル以外にもベネズエラ、アルゼンチン、ウルグアイなどのラテンアメリカ諸国に多数のポルトガル人が移住した。また、アンゴラやモザンビークなどアフリカのポルトガル植民地にも多くのポルトガル人が移住した。1960年代から1970年代にかけてはフランスやスイス、ルクセンブルクなど、西ヨーロッパの先進諸国への移民が増えた。しかし、1973年のオイルショックによる、先進国での不況や、カーネーション革命による、植民地の放棄により多くの在アフリカポルトガル人が、本国に帰国し、代わりに、カナダ、アメリカ合衆国への移住が行われるようになった。このように移民創出国だった、ポルトガルも、近年ではブラジルをはじめ、ウクライナ、ルーマニア、カーボベルデ、アンゴラ、ロシア、ギニアビサウなど、旧植民地や、東ヨーロッパからの移民が流入している。言語は、インドヨーロッパ語族ロマンス語系のポルトガル語が、公用語である。1999年ブラガンサ県のミランダ・ド・ドーロで話されているミランダ語が同地域の公用語として認められた。また、ポルトガルの北に位置するスペインのガリシア地方の言語、ガリシア語はポルトガル語とは非常に近く、特にドーロ川以北のポルトガル語とは音韻的にも共通点が多い。宗教はローマカトリックが国民の 97% を占める。ファティマはマリア出現の地として世界的に有名な巡礼地となった。婚姻の際には自己の姓を用い続ける、あるいは相手の姓を自己の姓に前置もしくは後置することを選択することが可能である。1977年の法改正で別姓を選択できるようになった。2011年の時点では既婚女性の 60% が婚前の姓をそのまま用いている。また、2010年からは、同性同士の婚姻が認められるようになった。6歳から15歳までが、基礎教育機関であり、6歳から10歳までが、初等学校、10歳から11歳まで、12歳から15歳までが2期に分けられる、準備学校となっている。前期中等教育を終えると15歳から18歳までが、中等学校であり、後期中等教育は普通コース、技術、職業教育コース、職業教育コース、芸術教育専門コースなどにコースが分かれ、中等学校を終えると高等教育への道が開ける。ポルトガルの初等教育から中等教育にかけての問題としては、留年率の高さなどが挙げられる。主な高等教育機関としては、コインブラ大学、リスボン大学、ポルト大学、リスボン工科大学、ポルトガルカトリカ大学などが挙げられる。大学は1974年のカーネーション革命以降急速に新設が進み、それに伴い学生数も増加した。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は 93.3% であり、ヨーロッパ諸国の中ではマルタに次いで、セルビア・モンテネグロと並ぶ低さだった。なお、第一次世界大戦直前の識字率は約 25% だった。医療ポルトガルの治安はヨーロッパ諸国の中では比較的に良い方だが、最近はリスボンやポルトなどの大都市を中心にスリ、置き引き、ひったくりといった一般犯罪が増加傾向にある。同国政府が発表した2018年の犯罪認知件数は 333,223 件で、前年より 2.6% 減少しているが、このうち殺人や強盗並び放火等の凶悪犯罪認知件数は 13,981 件で、前年より 8.6% 減少しており、2008年以降最も低い水準となっている。認知件数の多い犯罪は、車上狙い、暴行、飲酒運転、置き引き、スリの順となっている。車上狙いは前年より 5.1% 増加しており、スリや置き引き等観光客を狙った犯罪も後を絶たない。ポルトガルの文化の多くは大西洋に面した立地の影響を受けている。イベリア半島にかつて居住していたケルト人、ローマ人、アラブ人などの影響を受けながらカトリックを基盤にポルトガル人によって育まれてきた。政治や経済においてポルトガルはイギリスの強い影響を受けてきたが、文化面ではイギリスの文化の影響よりもフランスの文化の影響が強い。隣国スペインと同様に闘牛の文化もある。なお、ポルトガルの文化とブラジルの文化を象徴する言葉に、郷愁を表す、サウダージという言葉がある。ポルトワインポルトガルのフェジョアーダパステルで、ナタポルトガル料理は、魚介類を使うことが多く、イワシ、サバ、アンコウなどの多様な魚の中でも、特にヒダラがよく用いられる。穀物としては小麦、トウモロコシ、ライ麦、米が用いられ、米はヨーロッパで最多の消費量である。他には豚肉が使われる。主な料理として、フェジョアーダ、石のスープ、ガスパチョ、パステルデナタ、アルフェニンなどが挙げられる。ポルトガルワインは、古くから高い品質を保っている。ルイス・デ・カモニス。ポルトガルの民族叙事詩、ウズ・ルジアダスを残した、ノーベル文学賞作家、ジョゼ・サラマーゴ。白の闇は、ブラジルのフェルナンド・メーレリスによって、ブラインドネスとして映画化されたポルトガル文学は12世紀末のガリシア・ポルトガル語で、トゥルバドゥールによって歌われた中世叙事詩に始まった。16世紀のルネサンス時代には、ポルトガル演劇の父となったジル・ビセンテや、詩人のサーダ・ミランダなどが現れ、叙事詩、ウズ・ルジアダスなどの作品を残した、ルイス・デ・カモンイスは、特に国民的な詩人であるとされている。また、15世紀から17世紀前半にかけては、ポルトガルの海外進出を反映して、気候文学が栄え、ポルトガル人による西アフリカ探検と奴隷狩りを描いた西アフリカ航海の記録のゴメス・エアネス・デ・アズララに始まり、ブラジルの発見を記録したカミーニャの書簡のペロバス・デ・カミーニャ、東方諸国記のトメ・ピレス、東洋遍歴記のフェルナン・メンデス・ピントなどが現れた。17世紀、18世紀のポルトガル文学は不調だったが、19世紀に入ると1825年にアルメイダ・ガレットのカモンイスによってポルトガルに導入されたロマン主義はガレットとアレシャンドレ・エルクラーノによって発展させられ第二世代の破滅の恋などで泥沼の恋愛関係を描いたカミーロ・カステロ・ブランコによって完成された。19世紀半ばからは写実主義のジュリオ・ディニス、エッサ・デ・ケイロス、テオフィロ・ブラガなどの小説家が活躍した。19世紀末から20世紀初めにかけて、テイシェイラ・デ・パスコアイスは、ポルトガル独自のアイデンティティを、サウダージという言葉に見出し、このサウドディズモから、ポルトガルの海を残した、大詩人、フェルナンド・ペッソアが生まれた。この時期の日本との関わりにおいては、ベンセスラウ・デ・モラエスが特に言及される。現代の著名な作家としては、修道院回想録や、白の闇で知られ、1997年にノーベル文学賞を受賞した作家のジョゼ・サラマーゴや、ポルトガル近現代史を主なテーマにする、アントニオ・ロボ・アントゥーネスなどの名が挙げられる。カモンイスにちなみ、1988年に、ポルトガル、ブラジル両政府共同でポルトガル語圏の優れた、作家に対して贈られるカモニス賞が創設された。ポルトガルの音楽は、宮廷吟遊詩人やカトリック教会の音楽の影響を受けて育まれてきた。クラシック音楽においては、19世紀末から20世紀初頭にかけての文化ナショナリズムの高揚からポルトガル的な作品の創作が進められ、ポルトガルの民衆音楽を題材にした交響曲、祖国を残したジョゼビアナ・ダ・モッタや、交響曲、カモンイスのルイ・コエーリョ、古代、ルシュタニ族の英雄、ビリアトゥスを題材にした、オラトリオ、葬送のルイス・デ・フレータス・ブランコなどの名が特筆される。ポルトガル発のポピュラー音楽としては、特にファドが挙げられ、このファドを世界中で有名にしたアマリア・ロドリゲスは、今でも国内外で広く愛されているが、近年では、ドゥルス・ポンテスやマリーザなど若手の台頭も著しい。ファドにはリスボンファドとコインブラファドがある。その他にも現代の有名なミュージシャンには1960年代に活躍し、カーネーション革命の際にハンセンカ、グランドラ、ビラモレーナが用いられたポルトガルフォーク歌手ジョゼ・アフォンソの名が挙げられる。なお、日本でも CM 曲として使われたことで有名になった、マドレデウスの音楽は、ファドとは呼びがたいが、彼らの音楽も非常にポルトガル的であることは間違いない。近年はアンゴラからもたらされたキゾンバやクドゥーロのような音楽も人気を博し、ポルトガルからもブラカソン、システマのようなクドゥーロを演奏するバンドが生まれている。また、ポルトガルは近来、デス、ブラック、シンフォニックメタルなどのゴシック要素の強いダーク系、ヘビメタルの良質なバンドを輩出している。ゴシックメタルバンド、ムーンスペルは、ポルトガルのメタルシーンを世界に知らしめた。今や、世界のメタルシーンのトップバンドとなったムーンスペルは、ヘビメタルとゴシック系の両方のシーンから、絶大な支持を得ている。ジョゼ・マリュアが、ファド絵画においては、ルネサンス時代に、フランドル学派の影響を受け、この時代にはビゼウ派のバスコ・フェルナンデスとリスボン派のジョルジェ・アフォンソの対立があり、サン・ビセンテの祭壇画を描いたヌーノ・ゴンサルベスが最も傑出した画家として知られている。17世紀には、聖ジェロニモのアベラール・レベロ、リスボンの前景のドミンゴス・ベイラの他に傑出した画家は生まれなかったが、18世紀になると、ローマで学んだビエーラ・ポルトゥエンセやバロックのドミンゴス、アントニオ・デ・セケーラのような、ポルトガル美術史上最高峰の画家が現れた。19世紀に入ると、1836年に、リスボンに美術アカデミーが作られ、フランシスコ・アウグスト・メトラスらが学んだ。19世紀後半には、絵画でもナショナリズムの昇揚が目指され、写実主義のもとに、ポルトガル北部の田園風景を描いたアントニオ・ダ・シルバ・ポルトやファドに見られるようにエリートから隔絶した民衆の世界を描いたジョゼ・マリョアが活躍した。ポルトガルで発達した伝統工芸としてイスラーム文化の影響を受けたタイルモザイクのアズレージョや金泥木彫のターリャ・ドラダなどが存在する。ポルトガルに映画が伝えられたのは1896年6月でリスボンでヨーロッパから持ち込まれた映写機の実演に始まる。その5ヶ月後には、ポルトでアウレリオ・ダ・バス・ドスレースが自作映画を上映した。ポルトは、ポルトガル映画の中心地となり、1931年には、マヌエル・デ・オリベイラによって、道路川が制作された。オリベイラは、ネオレアリズムの先駆的作品となった、兄貴ボボなどを撮影した後、西ドイツに渡り、1950年代にポルトガルに帰ってから画家と街などを撮影した。1960年代に入るとフランスのヌーベルバーグとイタリアのネオレアリズムに影響を受けてノボシネマ運動が始まり、青い年のパウロ・ロシャやジョアン・セーザル・モンテーロらが活躍した。現代の映像作家としてはバンダの部屋のペドロ・コスタの名が挙げられる。ポルトガルは建築の歴史が長い国の一つに数えられている。その起源は新石器時代に遡ることができ、巨石文化に関連するものが残されている。紀元前2世紀には、イベリア半島のヒスパニアで、ローマ帝国の襲来による古代ローマ人の到来と、共に古代ローマ文化がもたらされ、文明が著しく発展して行った。これにより征服された。同国地域の集落や村は、ローマ形式に従って近代化されることが多く、広場や道路をはじめ劇場や寺院、大浴場、水道橋、その他の公共の施設が、ローマ建築の影響を受けた形で建築されていた。やがて5世紀に始まった、ゲルマン人による侵略により、ローマ文化からロマネスクへの転換が図られていった。その後、711年に、マグレブからのムーア人によるイベリア半島の侵略で西ゴート族のポルトガル地域支配に終止符が打たれ、ムーア人の文化はポルトガル地域南部の芸術と建築に強い影響を与えることとなった。以降もイスラム系の文化とキリスト教系の宗教文化が交わりつつも入れ替わる時代が続いたために、ポルトガルの建築における文化は独自性を極めていくこととなった。近代建築においては、エスティロ・プルトゥゲザ・スワーブと呼ばれる建築様式が1930年代から1960年代にかけて、同国の公共及び民間の建物で使用されている。一方で、ポルトガルの建築技法は、近隣諸国をはじめ、同国植民地の歴史を持つアフリカや中南米の国々並びアジアの地域に強い影響を与えている。ポルトガル国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が12件、自然遺産が1件存在する。サッカーが盛んであり、1934年に国内の一部リーグスーペルリーガが創設され、主なプロクラブとして、SL ベンフィカ、FC ポルト、スポルティングクルーベでポルトガルの名が挙げられる。UEFA チャンピオンズリーグ及び、前身のチャンピオンズカップでは、ベンフィカとポルトが優勝の経験がある。ポルトガル代表は、初出場となった1966年のイングランド大会以降、1986年のメキシコ大会、2002年の日韓共同大会、2006年のドイツ大会、2010年の南アフリカ大会、2014年のブラジル大会、2018年のロシア大会と合計6回のワールドカップに出場している。クリスティアーノ・ロナウド、エウゼビオ、マヌエル・ルイ・コスタ、ルイス・フィーゴ、ジョアン・モーティーニョ、ジョアン・フェリックスなどを筆頭に有名な選手を数々輩出している。強豪国と言われながら長い間国際タイトルには恵まれていなかったが、ユーロ2016の決勝で開催国のフランス代表を延長戦の末に下し、悲願の国際タイトル獲得を果たした。UEFA ネーションズリーグでは、第1回大会の2018から19で優勝した。女子サッカーで権威のあるアルガルベカップを、アルガルベで1994年より、毎年開催している。陸上競技においては、1984年のロサンゼルスオリンピック男子マラソンで金メダルを獲得したカルロス・ロペスや1988年のソウルオリンピック女子マラソンで金メダルを獲得したロザモタ、世界陸上イエーテボリ大会とアトランタオリンピックで1万メートルを優勝したフェルナンダ・リベイロ、2008年北京オリンピックの3段跳べで金メダルを獲得したネルソン・エボラ、2020年東京オリンピックの3段跳べで金メダルを獲得したペドロ・ピカルドなどがいる。卓球ではマルコス・フレータスが ITTF 世界ランキングで最高7位、ITTF ワールドツアーグランドファイナルのシングルスで銅メダルを獲得したほか、ティアゴ・アポローニャやジョアン・モンテーロも国際大会でメダルを獲得した。ポルトガルのスポーツマン・オブ・ザ・イヤーに相当する CDP アワーズでは、男女両部門で柔道の選手がたびたび受賞するほど柔道の人気は高い。2019年柔道世界選手権では男子 100kg 級において同国初の世界王者が誕生した。F1 やモートGPのポルトガルグランプリ、WRC のラリー・ド・ポルトガル、WTCR のエストリル戦など国際的イベントが開催されている。また欧州アフリカ開催時代のダカールラリーでは、リスボンが経由地となっており、2006年にはリスボンが出発点となった。モトクロスやクロスカントリーで活躍するエルダー・ロドリゲス、モートジッピーで初のポルトガル人ウィナーとなったミゲル・オリベイラは、前述の CDP アワーズの男性部門を受賞したことがあり、特にオリベイラは直近6年間で4度受賞という人気ぶりを、見せている。F1 での優勝者はまだおらず、ティアゴ・モンテーロの3位表彰台が最高である。ポルトガルの闘牛は、スペインとは異なり、基本的には牛を殺さないが、スペイン国境地帯のバランコスでは、ポルトガル全土で唯一牛を殺す闘牛が行われている。テニスのポルトガルオープンは1990年から2014年まで開催された。王族以外のポルトガル出身者、関係者を挙げる。ありがとうございます。